フェーベ、または、ホエーベは、土星の、第9衛星である。土星の主要な衛星の中では最も外側にあり、土星の時点と逆方向に交点する、逆行衛星である。フェーベは1899年3月17日に、ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングによる、写真分析によって発見された。フェーベが最初に写っているのが確認された。 写真看板は1898年8月16日に撮影されたものであり、一般にはこの日付が発見日とみなされている。観測はペリューのボイデン天問題で行われ、写真を撮影したのはデリール・スチュワートである。フェーベは写真の分析によって衛星が発見された初めての例である。フェーベはギリシア神話におけるティーターンの一人ポイベーにちなんで名付けられた。 またサターンナインと呼ばれることもある。名称を提案したのは発見者であるピッカリングであり、発見を報告する論文の中で、それまでに発見されていた土星の衛星を命名する慣習に従って、フェーベという名前を提案した。なお、発見者はウィリアム・ヘンリー・ピッカリングであるが、発見を報告する一連の論文の著者はウィリアムの兄で、同じく天文学者のエドワード・ピッカリングである。 土星の他の衛星とは異なり、フェーベは、ボイジャーが観測しやすい位置にはいなかった。ボイジャー2号は1981年9月に、数時間にわたって、フェーベを観測している。この時の観測画像では、低い総角から220万キロメートルの距離での画像が取得された。画像の中では11ピクセルのサイズがあり、暗い表面の中に明るい領域が存在することが判明した。 2004年に土星周回軌道に投入された探査機シ C にはフェーベに接近して観測を行っている。2004年6月11日に 2068km の距離を通過して高解像度の画像を取得し、その詳細な表面の様子が明らかになった。ボイジャー2号の観測では高精度のフェーベの画像が得られていなかったためフェーベに接近して、 高解像度の画像を得ることはカッシーニのミッションでも優先度の高いものであった。そのためカッシーニの飛行経路はフェーベに接近するように意図的に設計されていた。フェーベの自転周期はおよそ9時間17分と短かったためカッシーニはフェーベの全表面を観測することができた。この近接観測によってフェーベの質量はわずか0.2%の不定性で 測定されている。フェーベの軌道のアニメーション。土星、フェーベタイタンフェーベは逆光軌道であり、土星の時点の向きと逆向きに好転している。発見されてから2000年に、複数の小さい衛星が発見されるまでの100年以上の間、フェーベは土星から最も遠い基地の衛星であった。主要な衛星の中でフェーベの内側にあるヤッペトゥスの、ほぼ4倍の軌道長半径を持つ。 またフェーベの軌道の周囲には似たような軌道を持つ衛星が複数発見されているが、その中では目立って大きなサイズを持つ。土星の規則衛星はイアペトゥスを除くと土星の赤道面に非常に近い軌道を持つ。外側の不規則衛星は中程度から大きな軌道離心率を持って好転しており、内側の衛星とは違って、自転周期と好転周期は同期していないと。 考えられる。フェーベンの創造図。フェーベンは土星の艦の一つである。土星の赤道及び他の艦から27度傾いている。土星半径の128倍の距離から207倍の距離まで広がっており、フェーベの軌道は土星半径の215倍とフェーベンの領域よりやや外にある。また、艦の厚みは土星の直径のおよそ20倍である。 平カンの物質は平ベへの微小隕石の衝突によって発生した地理が由来だと考えられているため平ベと同様に逆光軌道で好転しているはずである。従って内側を巡航軌道で公転するイアペトゥスとは逆向きの動きをしていることになる。肝の物質は土星に向かって徐々に内側へと移動しており一部はイアペトゥスの好転の先行半球に衝突する。これが イアペゥスの表面の二面性の要因になっていると考えられている。フェーベンは非常に大きいものの、気迫であるためほとんど見えない。フェーベンは NASA の赤外線宇宙望遠鏡であるスピッツァー宇宙望遠鏡の観測で発見された。フェーベはおおむね玉に近い形状をしている。平均直径は213プラスマイナス1 4トルで月のおよそ16分の一であり、 北欧軍の衛星の中では最も大きい。9時間16分で自転し、土星をおよそ18ヶ月で一周する。軌道が土星から離れているため、他の主要な衛星と異なり自転と公転の動機は起きていない。表面温度は75系である。内側を公転する土星の衛星の多くは非常に明るい表面を持つが、フェーベのアルベドは0.08程度と非常に暗い。 表面は多くのクレーターで覆われており、最大で直径が 80km 程度、クレーター壁は高いもので 16km になるものもある。フェーベは小さいにもかかわらず、形成初期の段階では内部が分化した状態の球形になっていたと考えられている。その後内部が固化し、現在の清水圧平行からはややずれた形状になった。カッシニの地形データの観測から、 フェーベは太陽系が誕生してから300万年の間に、もともとは多孔室の状態で誕生した可能性が指摘された。多孔室であったフェーベ内部の温度が上昇し、内部が陥没して縮み、平均的な土星の衛星の密度より40%も高くなった可能性がある。この熱源は放射性同位体によるものと考えられており、 太陽系誕生の早い段階で生成された天体では半減期の短い同位体を内部に持っていた可能性がある。平面が暗い表面を持つことから科学者は当初この衛星は土星に捕獲された炭素質の小惑星であるという推測を立てた。炭素質の小惑星は科学的に非常に資源的であり太陽系が形成された頃の状態をほとんど保った。 ままの物質で構成されていると考えられた。しかしか c ニによる観測では、フェーベのクレーターには明確な明るさの変化が見られ、これは比較的暗い表面の下に多くの氷が存在することを示唆している。表面を覆っている暗い物質は300から500メートルの厚さだと推測される。さらに表面では二酸化炭素が検出されており、これは小惑星には見られない特徴である。 ヘーベは蘇生の50%が岩石だと推定されており、これはより内側の衛星の岩石岩有量の推定値より明らかに大きい。これらの理由により、科学者はヘーベを土星に捕獲されたケンタウルス族の天体だと考えるようになった。ケンタウルス族の天体はかつては、エッジワースカイパーベルトに存在し、その後内側へ移動して木星と海王星の軌道の 間を交点するるようになった天体であるフェーベは、ケンタウルス属由来の天体の中では初めて天よりも大きな画像として撮影された天体である。フェーベは、太陽系誕生後の300万年以内にエッジワース、カイパーベルトで形成されたと考えられる。早期に形成されることで、多くの放射性元素を内部に含むことができ、現在のフェーベの形状を作り出すことができる。また、 内部に数千万年にわたって液体の水を保持することができる。フェーベのクレーターのうち24個にはギリシア神話のアルゴー船の乗組員にちなんだ名前が付けられており、最も大きなクレーターにはイアソン、内壁に白い筋状模様を持つ特徴的なクレーターにはエルギヌスと名付けられている。また、フェーベにある平地はポイベの娘レトにちなみれと地域、 と命名されている。詳細は、リストオブジョバロジェクルフィーチャーズ・オン・サターンズ・スモーラー、ムーンズを参照。フェーベの地域の名は、ポイベの娘にちなみ命名されている。フェーベのクレーターの名は、アルゴナウ隊にちなみ命名されている。ありがとうございます。